今日も法律登記について考える司法書士 YouTuber です。今日もですね、ちょっと軽めの話題をお届けしようかなと思うんですけれども、この動画見てる方、司法書士試験の受験生の方いらっしゃると思いますね。つい先日ですか、今年度の試験要領が発表されましたけれども、今年はね、例年通り7月の第1日曜日に行われるということで発表されましたけれども、皆さんね、ラストスパートをかけてるんじゃないかと思います。それでですね、この司法書士試験における午後の科目の記述問題、これ午後の科目3時間のうち択一35問を1時間前後、不動産登記、商業登記を各1時間前後で解いてるという方が多いんじゃないかと思います。つまり時間のない中でですね、問題文の状況を把握して書くべきことを見定めた上、相当量の文字を書かなければならないということになりますので、当然ですね、ゆっくり丁寧には書いていられないんじゃないかと思います。私もね、普段から正直字は汚いです。なぜかというと、私の頭の回転の速さに字を書くスピードが追いついていかないから。それ冗談はさておきですね、皆さんが気になるのは、どこまで崩した字、汚い字でも点数をもらえるかということだと思います。そこで今日はですね、恥を忍んで、私が合格した2014年度の本試験合格発表後に開示請求して、記述の答案のコピーっていうのをですね、開示してもらえるんですけれども、これの一部をお見せしたいと思います。これ本当にですね、恥ずかしいぐらい汚いです。これ振りじゃないですからね、本当に汚いですからね、覚悟してみてください。それではどうぞ。登記屋本舗。実はね、ここに今もう実物あるんですけれども、私が合格した年の記述の答案用紙のコピーですね。これ開示請求すると法務省から出してもらえるんですけれども、これをですね、ちょっと一部をお見せしたいと思います。まずですね、不動産登記の記述の回答、こんな感じです。ギリギリ判読できる感じですよね。共有者全員持ち分全部移転、平成26年6月4日、売買。なんとか読めるという感じですよね。このぐらいのですね、汚さでも一応点数はもらえるようなんですけども、ちょっとこれ以上崩してしまうとアウトのような気がしますよね。あとですね、皆さんにはこれ真似していただきたくないんですけれども、一番最後のところ、登録免許税額のところ訂正してますけれども、間違いがあって塗りつぶすような感じで訂正してあるんですが、この訂正の仕方はお勧めしません。問題文にも線を引いて訂正ありますので、塗りつぶすような形のものが線という風な括りになるかどうかという疑問がありますので、受験生の皆さんここはですね、真似しないようにしてください。次に商業登記ですね。ドン。これもご覧の通りギリギリですね、判読できる文字という形になっています。ちなみにこういう風にですね、書き忘れたもの、間に挿入したいという場合には、こういう記号を入れて挿入しても認められますので、書き忘れたらもう遠慮なくどんどん挿入しちゃっていいのかなという風に思います。こういう風にですね、私はもともと字が汚いということもあって、それをもうさらに急いで書くと、ここまで汚い字になってしまうんですけれども、司法書士書くというね、字が入っています。字が綺麗じゃないと司法書士としてやっていけないんじゃないかという風に思っている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、大丈夫です。私のような人間でもやれてますので。とはいえですね、やっぱりお客さんに渡すものが汚い字で書いてあるものだと、非常にですね、見づらいと思いますので、ちょっとね、私がどんなやり方をしてるかっていうと、もう究極ですね、なるべく自分の字を書かない、見せないと、いうことにしております。例えば封筒に書く宛先なんかもですね、字書きたくないですから、こういうふうにタックシールでですね、よく出す法務局なんかをあらかじめ印刷しておいて出すとか、当然お客さんの宛先なんかもですね、全部タックシールに印刷して活字で出すようにしています。今もうパソコンとかプリンターとか普及していますから、自分の字をなるべく書かずにですね、やっていくことも全然できますので、もう字の綺麗さは司法書士にはもう関係ないというふうに思っていただければと思います。今日はね、ちょっと軽めの話題でお送りしました。受験生の皆さんね、直前期ラストスパート頑張ってください。それではまた会いましょう。